こんばんは。今日もやってまいりました。今日は10月の2日ですね。金曜日。大丈夫だよ。大丈夫。もう大丈夫。今日みんな大丈夫だったでしょ？ねえ。今日大丈夫だったってことは、明日も大丈夫。ね。うん。大丈夫なの。大丈夫なの。大丈夫。本当に。まあ、ふざけてるようで、結構真面目にやってるつもりなんですけど、本当に、大丈夫だよ。本当それが伝えたいんだよね。大丈夫だって、うん、大丈夫だから、うん、大丈夫、全部含めて大丈夫。大丈夫だから。僕がね、毎日大丈夫大丈夫って言うけど、君も毎日大丈夫大丈夫って口に出してみてください。大丈夫だって。大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫って、うん、大丈夫だから。大丈夫だよ。大丈夫。もう金曜日だ。明日は土曜日。明日も仕事の人もね、いるかもしれないけど、大丈夫。本当に大丈夫。とにかくそれが言いたい。それを伝えたい。僕は君にそれを伝えたい。大丈夫だってことを。だって大丈夫だから。うん。大丈夫。大丈夫だから。大丈夫。毎日言うから。毎日だよ。ずっとだよ、これから。ちょっとね、もう後には戻れない。後には引けない。やると言ったらやるよ。大丈夫。大丈夫。今は自分に言った。君も大丈夫だから。君も毎日毎日毎日大丈夫って口に出して言ってください。毎日だよ。大丈夫って、大丈夫って口に出していいよ。まあ今日はね、これぐらいにするんだけど、明日も変わらず、
大丈夫って言います。今日ね、この動画を初めて見た人もいると思うので、まあ、連続でね見てる人はまあいるでしょう。まあいてくれてるでしょう。その人のためにね、毎日見てくれる人のために大丈夫だよって言い続けるし、今日初めて見た人にも大丈夫だよって言い続けます。また明日も見てください。明日10月3日土曜日、明日の動画もまた楽しみに。大したことは言わないかもしれない、でも僕は大したこと言ってると思ってます。大丈夫だよって、だって大丈夫だから。君は大丈夫、ずっと君を応援します。君の味方です。何かあったらコメントください。ずっと大丈夫って言い続けますから。ということで、なかなか言い出すとね、やめるにやめれなくなるんですけど、一回24時間ぐらいね言い続けてみたいもんですけど、言えるかどうか。まあ、というわけで、10月2日金曜日の夜でした。また明日。大丈夫。じゃあねー。おやすみなさい。